新幹線、新幹線。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。なんか揃って配ってるのが可愛いなと思って。ご来場の皆様、雨の中大変長らくお待たせしました。 IAI スタジアム日本平、ただいま開場です。ここでご来場の皆様に試合中のご視聴発表にお届けます。ぜひスマートフォンです、ぜひ公式アプリをダウンロードして、初ベンチ入りですけどどうですか。今日の意気込みを。頑張ろう。
互いにいい流れをもたらすためにこの流れをどのようなサッカーで断ち切っていくか、広いスペースで今待っています。さあ矢島、右の柳沢を使います。レアンドロ・ペレイラが行きましたが、これも惜しいシュートになりました。山見も楽しみですね。関西学院大学の在学中ということでまだ大学生なんですが、さあ1本長いボール山見です。中央レアンドロ・ペレイラ走っています。切り返した、左足で狙ってきました。山見が決めました。今アディショナルタイム目安の5分を過ぎました。ここで主審の長い笛。決勝ゴールになった得点シーン、どういうことを考えてプレーをしました？まあ、大学では左サイドやることが多くて、そういうああいうカットインしてシュートっていうのは日頃から練習していたので、まあ、右サイドだったんですけど、やっぱり振り抜こうっていうのはイメージして、それがそのイメージ通りにいったかなっていう感じです。自分自身のこの PR お願いします。そうですね、PR ですか。まあ、僕の特徴というのはやっぱりドリブル突破からのシュートという部分なので、そういう部分をもっと出してチームに貢献できればなというふうに思います。山見選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。